Like its distinctive seasons, Japan is an island nation of many contrasts. Bullet trains whiz past rice farmers, crisscrossing the country, taking travelers to cities like Kyoto, a UNESCO World Heritage Site. From the dynamic pulse of Tokyo with its neon lights, skyscrapers, and contemporary art scenes, to the volcanic hot springs, frequented by locals and visitors in Hakone, flanked by snow-capped Mount Fuji. On Japan's seacoast is Kanizawa. There, one might meet Shinjiro Takitani, a chef with 43 years of nigiri sushi experience. Or Michie Shimisaki, a local host who loves to play Anufuda, a traditional Japanese card game. Or Kazuhiko Itaya, a sake brewer who visits a shrine every morning to give thanks to nature for the blessings of water and rice. Sekai no nakademo 四季の移り具合が、フォーシーズンがね、しっかりした国ですね。そのフォーシーズンの寿司を4回味わうことで、素晴らしい日本の寿司がわかると思うんですね。ちょっと崩れるかもしれませんね。もみじおろし。はい。染め抜きちょうだい。この野々市市に来て43年。私が生まれたのは金沢市隣の町ですけど、そこで24年もうそのこちらへ来て43年前に、兄、東京で修行してた兄と一緒にここで店を始めました、はい、兄から5年間、教えていただいて、そこから私が独立したわけですね。まあ一番大事なことはお魚を見ることができる、そのお魚を選ぶことができる、そしてそれを私たちはお寿司にするわけですけどね。でいろんなお魚の美味しさの段階があります。その段階がしっかりと理解できるのにやっぱり10年ぐらいの年月はいると思いますね。でその10年の間に出会える美味しいお魚が本当数回しかないので、それを大事にして一生懸命その味を守ろうとしています。まあ、うちの店のスペシャリティはですね、特にその甘エビの青い卵とシャリを混ぜたブルーライスですね、そういう青いシャリで握ったお寿司、その上に赤い甘エビの身が乗って、それでさらに青い色と茶色っぽい味噌、頭の味噌が乗ります。そのエビが全て入ったお寿司がうちの楽しいお寿司です。ヒラメです。だからそのもう帰り際にですね、もう一度会いたい、See again って言ってもらえることが嬉しいですね。はい。You don't need decades of practice to learn how to make sushi like Shinjiro Takitani. I'll show you how to make sushi roll. A short class on sushi rolls.Can get you a long way towards enjoying this Japanese delicacy. And from bottom edge, pour the nori sheet over. Finish. That's very easy.Very easy. Yeah. Your turn. Please stop. Easy for you. Here we go for you. Can we get this rice in the United States? The husband and wife. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. This is the rice. Nice and tight. The husband's.Falling apart, loose nuts. Oh, no need to point that out. It speaks for itself. These are the cooked vegetables in a plate.
生まれてからずっと金沢に住んでいます。もう50年以上経っています。そうですね、高校時代と大学時代に生け花を習っていました。もともと花はとっても好きで、うちの母も花がとっても好きだったんですけれども、そうですね、孫たちとも遊びますし、友達がうちにやってきた時にも花札をして遊びます。はい、やった、あやった、これが一番高いやつや、はい、OK、 そうですね、花札はトランプのようにいろいろな方法があるんですけれども、私が習ったのは、同じ月のカードを2枚マッチさせて、でマッチしたらもらうというので、で日本には12ヶ月、花鳥風月、いろいろ楽しいことやら美しいものやらありますが、それを花札にしてあるので、日本のなんか美しい美みたいなのもそれから伝えることができるかなと思って、花札がいいかなと思いましたが、私やは2、4、6、8、100、最後にポイントを合計して罰ゲームというのをするんですけど、それもとても楽しくって、もともと日本人は体に触らないという習慣があるんだけれども、罰ゲームの場合はこう順番に手を重ねて一番勝った人がパチンと叩くというどうしてもちょっと体タッチするんですけども、それも私はとても楽しくって、大きい手がポンと上に来たりして楽しくって、するかしようかなというふうに思いました。福光屋が創業しましたのは1625年ですので、ちょうど、去年で390年ということで、それ以来ずっとこの地で酒造りをしております。もろみの買入れなんですけども、毎日、ものによっては4回も5回もしますし、しないものは全くしないんですけども、やはり生き物がお酒を作ってますので、その状態が どうであるかということをやっぱ確認なり把握をすることが非常に大事でして、もちろん目で見たり鼻で嗅いだり手で触ってみたり味を見てみたりで嗅いですることによって、どういったお米が溶け具合であったりとか、あとその酵母の勢いですね、力がどれぐらいあるのかというようなことを確かめるために改良しております。で毎日出来上がったお酒につきましては、絞ったその時にテイスティングをしております。日本酒の場合、お米が酒蔵に入ってから酒になるまで短いものでも50日、長いものですともう90日100日ってかかって、ようやくお酒が生まれてくるんですけども、その間に、麹や酵母がしっかりこう働いてくれたか、また水や米の良さっていうのがその酒に出てるかっていうようなことをしっかりと確認をして、次の酒造りに生かしてまいります。で現場の方でももちろん先引き酒をするんですけども、一日終わりの、幽霊な時に酒蔵のスタッフ全員集まって同じお酒をみんなで味見をして、また酒造りについて、ああでもないこうでもないというような話を、していくようにしております。日本酒できた成り立ちからしますと、大昔はやっぱりその神様と一体化するため、そういった不思議な力のある飲み物だと思います。毎朝、私も仕事始める前に、それぞれが、酒蔵の屋上にあります、お社に参拝しまして、人それぞれ理由はあるんですけども、私の場合ですと、まず、今日も一日頑張りますという、誓いの場であったり、あとは酒造りそのものはこうお水にしろお米にしろ自然の恵みでもありますし、冬に酒造りがメインになるんですけども、そういったこう自然の環境を利用しての、
酒造りでございますので、まあ、そういった自然に感謝する、そういった意味も込めまして、お参りをしております。The Shinkansen Bullet Train System began service in 1964. A half century later, it remains among the fastest trains in the world, traveling at speeds up to 200 miles per hour. Static, yet in motion, 2,000 years of history await those who venture to Japan, known locally as Nippon, the land of the rising sun. Japan and South Korea are home to natural wonders and immense cities. Daegu, Gyeongju, Kyoto, Seoul, the capital of South Korea, has the fourth largest economy of any city in the world. A few hours' flight to the east lies Tokyo, the capital of Japan and the largest metropolitan area anywhere on Earth. But even in these bastions of technological innovation and high-flying commerce, traditional ways of life persist. On the southern shore of Issei Bay lies the city of Toba. Once under the control of pirates for more than a century, it's now home to women called Amo, who dive to harvest seafood from the bay. Women like Kazuyo Hashimoto. まあ、私あっち行ってから船にあるで。これもとか。49年ね。平均年齢は65歳ぐらいね。あれもう本当に70過ぎた、60から77、8までが多いんです。だん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 やっぱりそれこそ辞めとく人の方が多いでしょ。いっぺんにガタッとこう減るあれがあるわね。なくなっていくと思うけど、だけど先のことはわからんね。Thank you.